こんちゃっちゃー。今回はスプラ3でできる小技3選紹介していくよ。それではどうぞ。まず一つ目は神タンクのスピード上昇。普通に前に進むとめっちゃ遅いけど、ジグザグに進むと2倍くらいのスピードになります。エイムはブレるかもしれないけどね。次はローラーでできるインクレールの裏技。こんな感じで効果が切れそうになったらバシャバシャして回復させる人が多いと思うけど、実はコロコロすれば一瞬で回復させることができる。ちなみに私の愛しの北斎ちゃんでもできます。最後は広場でできる小技。動画のように壁と人を往復すると練り込むことができます。そしてここからが重要。まず角に行って人状態になります。次にここから電柱の上に向かって飛びます。ちょっと失敗したけど許容範囲。そしてここから動画の通りに進むと排水口らしきところの上に立てます。それではご視聴いただきありがとうございました。